執刀絵は、ミャンマー西部、ラカイン州の州都、旧名、アキャブ、バングラデシュやインドとの国境に近い。2014年、の人口は約14.9万人だった。ラカイン語では、つまり、サ藤トに近い発音となる。もともとは、小さな漁村だった。1784年、コンバウン町の第6代ボダウパヤ王が、 アラカン王国を征服するために3万人の兵を送った。アラカン王国の3000人の兵はこの地で抵抗したが壊滅した。この戦闘で首都のミャウーまでの道が開き、直ちに征服された。アラカン人の独立は終わり、兵士は全員が殺害された。1826年、第一次英明戦争によって、コンバウン朝からイギリスに割上された。 割情後は特に米を扱う商業港として発展した。また、ラカイン州の州都が内陸から沿岸部の執刀へに移った。1866年、執刀への人口は15,536人に増加した。1879年、ミャンマーで初めてイギリス植民地に抵抗した層のウーオッタマが執刀へで生まれた。1901年、 執刀への人口は3万1687人に増加し、ビルマ第3の港になった。第二次世界大戦のビルマの戦いで、空港と水深の深い港を持つ執刀へは、日英軍による争奪戦の舞台となった。2007年、サフラン革命では、執刀への僧が軍政への抗議を始めた。2012年、仏教徒がロヒンギャの家に放火し始めた。 政府は何万人ものロヒンギャを執刀への収容所に入れた。2015年、ロヒンギャ難民危機では、ミャンマーとバングラデシュから推定2.5万人のロヒンギャが船で避難した。ありがとうございます。